ジョニー・レーン・オーツは、アメリカ合衆国のスカロライナ州ジャクソン軍、シルバ出身の元プロ野球選手、監督、右ト左打。1966年の MLB ドラフト2巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名されたが、契約せずに、バージニア工科大学へ進学した。1967年1月の MLB2 次、ドラフト1巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、 プロ入り。現役時代は控え保守として5球団でプレーした。ナッシュビル・サウンズ監督当時のオーツ引退後は1982年から2年間、ニューヨーク・ヤンキース参加のマイナーに球団で、それぞれ1年ずつ監督を務めた。その後は、シカゴ・カブスのブルペンコーチ、オリオールズ参加のトリプル A 級、ロチェスター・レッド・ウィングスの監督、オリオールズのベンチコーチを歴任した。 1991年途中にオリオールズの監督だったフランク・ロビンソンが解任されると公認に抜擢された。就任2年目の1992年から2年連続で85勝をクリアしてアメリカンリーグ東地区3位と検討するも、1994年に安定した戦いで地区2位につけていながらストライキ中に解任されてしまう。翌1995年に ストライキが明けると、テキサスレンジャーズの監督に就任した。当時レンジャーズは、前年までオリオールズで、GM 補佐を務めていたダグメルビンが、GM に就任しており、その縁での人選だった。就任2年目の1996年には90勝を上げ、球団初の地区優勝を果たした。1998年と1999年を、記録も2年連続で、 地区優勝したが、プレーオフではいずれもヤンキースにディビジョンシリーズで敗れた。オーツは2001年5月まで監督を務めた。2001年に退任したのは、自身が、進行性の脳腫瘍と多形成に川わ菓に置かされて、余命1年と宣告されていたためであるが、オーツ自身が懸命な治療を行ったことにより、宣告後3年近く生きながらへ、娘の結婚と孫の誕生に立ち会うほか、 2003年には、レンジャーズの球団殿堂入りを果たして、セレモニーに、夫人の同伴と助けを借りつつも出席している。2004年12月24日、その脳腫瘍のため、バージニア州リッチモンドの病院にて58歳で死去した。大津のレンジャーズ在籍時の背番号、26。テキサスレンジャーズの永久欠番に2005年指定。大津の不法を受け、 翌2005年8月6日に最後に所属した、レンジャーズにて、オーツの背番号26は、同球団の永久欠番に指定された。また、前述の通りレンジャーズの球団伝道に2003年、オリオールズの球団伝道に2010年にそれぞれ伝道入りを果たしている。ありがとうございます。